PP-2000 は KBP インストルメントデザインビューロー社によって製造されるマシンピストルである。本銃はモスクワで開かれたインターポリテック -2004 における展示で最初に公開されたが特許は2001年に申請され2003年に認められたものである。伝統的なブローバック方式の作動機構を持つカキであり、 重量は弾薬なしの状態で 1.5kg である。個人防衛及び近接戦闘火器として設計されている上、警察の鎮圧部隊や特殊部隊での運用を意図している。このような銃は世界中の軍隊や治安機関によって利用されている。9X19mm パラベラム弾用の薬室を持つ上、ロシア製の新型弾薬である 7N31P 鉄鋼弾を利用できるよう特別な設計が施されている。本銃に鉄鋼弾の使用能力を付与することは専用弾を使用する FNP-90 や H&KMP-7 などの個人防衛火器に被権することを意図している。折りたたみストックを備えるが銃の後部に予備の44発入り弾倉を装着して重傷として使用することもできる。国禁グレバーは ボルトキャリアに直結されて、重症面上部に露出しており、左右どちらからでも操作できる。上面には、アクセサリーレールを備えており、広角照準器を搭載できるほか、フォアグリップ下部にフラッシュライトを装着できる。PP-2000 の登場作品を表示するには、右の、表示をクリックしてください。モンスター娘のいる日常ゾンビーナが使用。 アライアンス・オブ・バリアント・アームス、ポイント万用武器として登場。オペレーション・ナナ・サブ武器として登場。ゴーストリコン・フューチャー・ソルジャー、ロシア軍ボダークの偵察兵の初期武器として登場。コール・オブ・デューティ・モダン・オーフェアにロシア軍が、サイド・アームとして傾向。スプリンター・セル・ブラック・リスト条件を満たすことで解放。スペシャル・フォースに SP が茶で登場。バトル・フィールドシリーズ。 BFBG 特殊兵の装備としてサプレッサー付きで使用可能。BFBG2 工兵の装備としてサプレッサー付きで使用可能。バトルフィールドプレイ4フリーエンジニアの初期武器として登場。BF3 全ペイカ共通の PDW、SMG として登場する。BF4 工兵の PDW として登場。4000パートでアウンロック。 マーセナリーズにワールドインフレームス、PDW という名称で登場する。レインボーシックスレインボーシックス、ロックダウンにて登場。ソカーム、US ネイビーシールズポータブル PP-2K の名前で登場。ドールズフロントライン戦術人形として登場する。ありがとうございます。